energia. なんか毎年首が伸びてるって感じ。
そうなんですよね。首がなんか伸びてるってよく最近言われるんですけど、そうなんですかね。昔そういうなんか、はい、アフリカの方で。アフリカここにあるんですよね。やってないです。はい、ということで、第21回を務めさせていただきます高村彩香です、よろしくお願いします。それでは早速本日のゲストを紹介したいと思います。はい、ということで今日はですね、近い方からですね。近い方から近い、はい、近い方からゲストをご紹介します。はい、2回目のご出演ということで、女装シンガーソングライターの梅田夏樹さんです。こんにちは、よろしくお願いします。あれ、髪が伸びたすずねちゃんじゃない？いや、そう、すずねさん今日いらしてないんで。そうそうそう、髪が伸びてちょっとなんか体の構造が変わったすずねさんではないです。梅田夏樹です、よろしくお願いします。エンターテイナーカイディさんと、そしてギターサポートのマントーさんです。はい、です。キラキラですね、今日。キラキラしてる。ロコが高いんですよね。これですか？これは高いのかな。安物ですよ。安物言うな。はい、ということで、それではまず最初にですね、皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。先に梅田夏樹さん、はい、よろしくお願いします。自己紹介こうどうしようかな。梅田夏樹です。もう大体紹介されちゃったんですけど、女装シンガーソングライターをやってます。女装したりシンガーソングライターやったりいろいろやってます。なんか相性なのとかあるんですか？相性よ、呼ばれてるとか。一番多いのは夏樹さん。夏樹ちゃんもあります。夏樹ちゃん、なっちゃんも多いです。だってどれかですね。じゃあ今日はなっちゃんにしますね。なっちゃんです。なっちゃんでも恋愛対象は女性なんですか？なっちゃんの恋愛対象は大体女性です。大体9割くらい。9割くらい女性かなって感じです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではカイディさんですね、ご紹介よろしくお願いします。はい、私シンギングエンターテイナーのカイディ。遠い南の惑星九州、惑星明太子星からやってきた、明太子星福岡からやってきた平成年代です。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。カイディさんのギターを弾いてます。あ、今日はなんかね、エンジェルの格好なんですけど、よくわかんない設定が。映画にそういう顔は悪魔顔なんですよ。ひどいな。なんか5月あたりしかも黒いっていう。特にない。そうですね。はい、エンジェルの羽をよく見たいんですけど、まあ、見せてもらえませんか？羽をやってみればいい。後ろ、そうそう。あ、綺麗綺麗。そうなってるんですね。そうですね。あ、すごいすごい。後ろは高いですか？これも安物ですね。安物。な安物。いや、それ安物だっつったら、あれはどうなの？あれは。あれ？あれは。基本的にチープ感大事にしてる。あ、全部安物です。おじゃすかね。カイディさんの相性はもうそのままカイディさん。カイディとかですね。なんかちょっと変わったんですよね、名前。あ、そうです。はい、あの、綴りが I から Y になりました。それは何か意図的な、特にないんですけど、ない。ちょっとした変化、気分です。気分です。はい。マットさんはそのままもう相性はマットさんですか？いや、わかんないですよ。マットエンジェルとか呼ばれてますよ。呼ばれてるんですよ。そう。だから、ね、多分カイディーズエンジェルっていうのをね、やりたかったんで。あー、そうだったっけ？
そうですね。ああ。はい、カイディ with エンジェル。いや、私がカイディで、エンジェルは他にもいるんですよ。おお。エンジェルたちまとめて、カイディ。ボロがいいねっていうところから、チャーリーズエンジェルの、まあパクリです、ね。パクリなんですね。あ、じゃあパクリの方で今日はじゃあトエンジェル。そうですね。うん、何でもいいですよ。あ、エンジェルで今日はやらせていただきます。はい。で、それではまずご挨拶代わり一曲ずつライブをライブをですね。いいね。はい、したいと思います。いいね。ので、まず先に、はい、なっちゃんさんに、はい、はい、お願いしたいなと。思います。ちゃんとなっちゃん、なっちゃん覚えてたんですね。なっちゃん梅田のつけても何でもない。はい、お願いしたいと思います。じゃあ歌わせていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね10月14日鉄道の日ということで、うん、私全く知らなかったんですけど鉄道の日だということは知らなかったんですけれども、ちなみにゲストのお二人、はい、今日鉄道の日ってもともと知ってたか。あ、知ってました。おー、すごい。あ、すごい。なんと、あと、さっきのエンジェルさん、いや、わかんないですよ。なんか語呂でなんかなってんですかね。語呂語呂で鉄道のなんか理由があるのと、なんかあるんじゃない。ふわふわした感じだね。JR 東海道線開業した日。あ、多分そういうのでしょうね。開業系初めてできたね。ちょっと新橋から横浜まであれが開業した日だったと記憶してますが、どうでしょうか。はい、その通りでございます、うん、すごいすごい、さすが、さすが、すごいすごい、全然知らなかった。はい、 OK ですよ。はい、それではまっちゃん、はい、はい、梅田の月さんにお送りしていただきます、はい、よろしくお願いします。鉄道の日にちなんだ曲を一曲歌わせていただきます。よろしくお願いします。はい、一曲目電車の気持ちを歌いました。ライドオン聞いてください。が暮らすこの街から今日も私は君を乗せて行く。乗降終了、青信号、出発進行最高。急ぎ足の君の役に立ちたい。安全な営業が第一でいつも少し遅れててごめんね。忙しく巡る東京の人たちを動かす役目は私が担う。預けて私に任せて転がるリズムで体を奏でて君を届けるよ。作られたその日から今日も決められたレールを走り彼方駅の外へ消える君を見送るまでが私の役割。いつもは乗らない満員電車だね。今日は快適じゃなくてごめんね。今私は特急京王八王子行き。痛いほどわかる君の気持ち。君のいる街へ私を届けて、いつものあの場所で君が待ってる。早く会いたい。安全な営業が第一でいつも少し遅れててごめんね。忙しく巡る東京の人たちを動かす役目は私が
かになる。その身を預けて私に任せて、転がるリズムで体を奏でて、その身を預けて私に任せて、転がるリズムで体を奏でて、君を届けるよ。多分電車はこんな気持ちで、道を走っているんだと思いますので、今度電車に乗るときは思いを馳せてみてください。梅田なつき、ライドオンでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、はい、マットさん、よろしくお願いします。ダメだ、今日これがおかしい。時間ない、あれかもしれない、接触が。ありがとうございます。前もハンド付けし直したから。あ、大丈夫です、話してても大丈夫です。あの、話して繋いといてください。はい、はい、はい、そうか、そうか、今そうですね。タッチャさんの知っている、はい、何か列車とか列車歌詞の中に埋め込まれている歌で何か、はい、あの、一番推しの、路線、何々の路線、はい、一番推しの私の好きな路線はもう今歌にしちゃうぐらい好きな京王線なんですけど、川崎の中で京王線も、でも京王線、京王新線とかなんかいろいろ。あ、京王新線は私ちょっと嫌いです。嫌いです。嫌いです。あれはあの、よく乗ってる人はいいんですけど、それ以外の人は分かりづらいんですよね。新宿駅から京王新線に乗らなきゃいけない人が京王線ホームに行っちゃうことがもう頻発してるんで、あれはもうちょっとなんとかしてほしいです。ちなみに西武線は。西武線ですか、はい、西武線独特で好きです。あ、私西武線が実は好きで。あ、そうなんですね。一番のんびりしてて人もいない。西武線って そもそもさ、あの、発祥がなんとか列車って言われたくらいで、戦後の知ってるよね。知らなかったです。あ、分かった。でも分かった、今ので。わかりました。はい、あの、お食事中の方もいると思うんです。ああ、そういうことね。はいはい。そうそう、西武線はね。だからもうそれだけちょっと、あの、他の路線から比べると、なんか下にもともと見られてたみたいな話が。下ってことはないと思いますけど。西武線は、うん、なんか列車の成り立ちが違うんですよ、少し。うん、他の私鉄は、だいたいこう電車を走らせた後に、沿線開発をやって、でそれで沿線の人口を増やして収益を得る形をしてるんですけど、西武線はあんまりそれをやらないんですよ。ですので駅前に畑が残ってたりします。あ、他の私鉄の駅だったらもうそういうとこ買収してデパート建てちゃったりするんですけど、西武線はそういうことはあんまりやらないのが特徴ですね。でも堤場財閥は結構お金持ちとかそういうことやらなくて。ああ、お金持ちだからやるってわけですね。発想が発想が違うんだと思います。ちょっと東部とは違うんだ。そうですね。はい、それでは準備ができたようなので、兄さんとマットさん、よろしくお願いします。毎度ご利用いただきありがとうございます。次は中央線一両編成の列車が参ります。黄色い線までお下がりください。次は
よぎよぎ出発あしこ電車女新橋から横浜間に日本で最初の鉄道が開業したことを受け、それから122年後の平成6年その誕生と発展を記念して定められた日です。本日ですね。で、今週のゲスト夏田
バチョじゃない、失礼しました。梅田バチョさんですね。まあ、小竹梅的に、すいません、昇格させてもらえたみたいな。すいません、失礼しました。いや、非常に嬉しいです。すいません、梅田夏樹さん、時刻表マニアということで。それもまたちょっと気になるんですけど、そしてカイディさんは電車にちなんだ曲を歌っていらっしゃるということで、中央線をですね、伊予銀の方へ走らせておりましたけれども、おそらく、ね、史上初めての乗り物、はい、ということで、今週の番組ではあなたの知っている鉄道の歌に、はい、しております。そしてあなたが好きように聴きたくなる曲を教えてくださいということで、タイトル月曜は多分前回の削除のあの特定してるんで残っちゃった。じゃあここはもういいんですかね。はい、大丈夫です。そしたら、タイトルや歌詞に電車そして列車、でも月でもいいんだよ、これハネムーンチムチなんで。そうですね、本日北野さんはハネムーンに行っているということで幸せいっぱいで行っておりますね。電車と列車など鉄道を連想させる言葉が入る曲をぜひぜひ教えていただけたらなと思います。そしてエピソードなどあれば合わせてタイムラインに書き込みをぜひぜひお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。多分あの曲と曲の間とかの転換の時に話題にしますんで、はいはい、そのタイミングで入れてくれるとあ、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。よかったらちょっとタイムラインを今見てくださってる方を少し、はい、ご挨拶なんかをして、中央線は走るってずっとこう、あ、私もご挨拶してもいいですか。はい、あのフジテレビバイキング見てくださったということありがとうございました。おお、はい、そう、確かここ収録ここやって、その翌日がそれだったので、ね、そう終わった後すぐ帰らせていただきまして失礼しました。その後ちゃんとお店に行きましたもん。あ、そう、ありがとうございます。スタッフの方々が私のやってた場合飲みに来ていただいて、本当にいるのかどうか、しかも朝まで邪魔してたいやいや、ありがとうございました。頭分かりません。あれ、その逸話はあのそこで暴露しなくて、それはまだもっと取っとく感じ。あのプレゼント用ハッシュタグもう出しちゃった。はい、プレゼントですね。はい、あった。プレゼントハッシュタグは今日仕事法よ。あ、違う、ハッシュタグ出したんで、はい、今日のプレゼントをまず紹介して、はい、その出したハッシュタグを読み上げて、はい、そう、あ、先に長い今日はですね、向こう側にあって、あ、そう、そこ、あそこにある。今週の番組プレゼントはですね、もうこれでっていう感じで、まず宴井さん提供、あ、これ入ってない、インチキマンションのお笑い CD ですね。インチキこの CD と、あと毎度おなじみパルフェジアのステッカー、こちらです。とチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松沢春奈さんサイン入りのこちらのステッカーです。はい、ここでしか手に入らないやつ。はい、こちらでしか手に入らない、在庫を買い上げましたですね。レアだね。入らない CD、うん、CD じゃない、ステッカーですね。はい、そして番組コーナーで使用したスケッチブックの紙紙ね、紙紙皆さんの絵とかいろいろ書いてもらったやつにサインをいただいて、サイン入りのですね、紙を別に邪魔くさいから送るわけじゃないです。そうですね。もう一つ、もう一つ、はい、そして番組終了後の皆さんの集合写真にサインを入れてのプレゼントと、あ、こちら、こちらですね、重要です、はい、重要です、いや、一番ね、なんと、なんと、先週週刊なんちゃらこんちゃら5位になったやつです。おー、渋谷の何が5位なのか、それインディーシャーとか、5位、あ、そうですね、選手5位になります。すごい、後ろにも貼ってありますね。すごい、あの控えめにこちらの CD もプレゼントという形で、今日は豪華なプレゼントですね。豪華、応募方法はすごい、はい、応募方法はですね、もう何人か応募しますけど、はい、先ほどスタッフの米浦さんが応募用ハッシュタグをツイートして
くださっております。結構長いですね。あ、漢字まず読めるのか。三つ、これハネムーンでいいんじゃないですか。すごい、ありがとうございます。私漢字が弱いので、いや、普通読めないと思いますけど。本当ですか。ハネムーン旅行でお休みの北のご意見番 MC の分も頑張らないといけない週替わり MC の高尾彩香が電車ソングライターのカイディと梅田夏樹を迎え出発進行ということで、今日はちょっと長いですね。電車ソングライターの歌わないのかな。こちらのタグをですね、ハッシュタグを一字一句間違えないように、これを機にキリンちゃんも電車の歌作ったの。あ、いいですね。あ、そうですね。あずさ2号おでん。あずさ2号。3号にしとこやせる。そうか、私もじゃあ。3号だと、あれか、下りになっちゃうのか。なので、このハッシュタグをですね、リツイートするか、そのハッシュタグをつけてコメントをしていただくと、応募という形となりますので、ツイッター連帯、ツイッターと連携して、連動してね。コメントしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。なんか ゲストも今入れましたね。あれあれ本当ですか。あらゲストそう、ちょっと欲しかったんで応募しちゃいました。なっちゃん応募したんですね。じゃあもしかしたら当たるかもしれない。私に当たったら、そう、もしかしたら私に当たれば、当ててください。送料かからない。はい、送料かからないから。当ててください。まさか。そして、アルヘジアカルタの読み札募集ね。ということで、絵札にはね、皆さんから紹介、はい、サインをしていただいてざっくりだなおります。今週のゲストの梅田夏樹さんのうだっけ、あ、私何にしちゃった気がするんだ。なになってますね。はい、な。そしてカイディさんのかか、そしてマトさんのま、そして高尾彩香のた、MC もございます。そして北野よしのりのよということで、こちらの方を募集しております。多分今日裏で日本代表ブラジル戦やってますけど、そちらをミュートしてこっちの音だけでも聞いていただける。あ、ぜひぜひぜひ音だけも、音だけでも。カイディもこれ覚えたことになってるんだけど大丈夫なの。あら、あらそれは緊張あれ、もしやの、もしやのですね。はい、ということでここからですね、コーナー企画をいきたいと思います。はい、はい、ということで、今回に、ま、2回目なんで、はい、もう人となりを前回多分聞いてると思うんですよ、うん、はい、今回もういきなり行っちゃいます。持ち込みコーナー。あ、じゃあそうします。そうしましょう。そっちの方がちょっと私的にもとても嬉しいので、私の持ち込み企画はですね、ちょ書いてないんですけれども、前回ですね、MC、お披露目会の時に、作らせていただきまして、高尾彩香のお絵描きコーナーということで、皆さんには絵を描いていただきたいと思います。もう一回、もう一回タイトルコーナー、もう一回、はい、いや、今回の持ち込み企画は高尾彩香のお絵描きコーナー、イエーイ。ただ書けばいいわけではなくてですね、皆さんにお題をぜひいただきたいなと思っております。何でもいいです。タイムラインの皆さん、はい、はい、見てくださっている方にお題をいただいて、そのお題から、お題のテーマは特別なくていい、なくて大丈夫です。何でもいいです。だいたいこう分かるような感じで、はい、はい、難しいやつでも大丈夫です。じゃあさ、高尾彩香のニューヨークシーンって書いていい。あ、それでも大丈夫です。大丈夫なんだ。大丈夫です。オッケーなんだ。ちょっと無理くり言ったんだけど、今そういう感じで、はい、23時過ぎてからしましょう。あ、そうですね。ちょっとじゃあそういう当たりピーな感じはあれですね。お絵かきだから、妄想お絵かき、そうですね。それが分かればね。皆さん、絵はちなみにどうですか？はい、前回共演した久江さんとシンガーソングライターに、はい、
絵の練習をしてくださいと言われました。そんなこと言ってたちょっとだいぶ残念な感じで。あそう、じゃあ来週伝えときます。ダイアグラムだったら描けるんですけどダメですよ。ダイアグラムじゃ描けないでしょちょっとダメですよね。そうそうそういうテーマ出ないかな。そうそうそうな感じです。あ来週いらっしゃるんですか。はい、言っといてください。あ、来ました。あお題、本田圭佑です。日本代表。あやばい、これはやばいパターン。俺がサッカーの話をしてしまったんですよ。あやばいパターンですね、これは。ちなみにわかる。じゃあもう妄想して書くしかないですよ。そうですね。ちなみにちょい情報で言うと、あのイタリアのセリアっていうリーグの、プロリーグの、はい、トップリーグの、どこだっけ、 AC ミランの10番つけてるんです、はい、でエースナンバーつけてる。ああ、とりあえず10って書いておけばいいんだ。あ確かにそうですね。ユニフォームに10って書いてあるなんとなく分かります。今日は日本代表10番じゃないですね。あ、うん、日本代表の10番なんですか。ではない。あではないです。何番だっけ。あれいろいろ来てる。4番くらいだった。いろいろ来てます。これはお題なの。カバディは。カバディ。これはなんか私に対する挨拶だと思う。ああそうなの。じゃあドラえもん。とりあえず、あそういうのが一番いいです。どうしますか。キリンの絵も来てるけど。あキリンの絵はいろいろ問題がある。あのキリン。じゃあ。とりあえずキリンなんだけどさ、首短いキリンはなしで一番に来たって、はい、本田圭佑も本田圭佑、じゃあイメージしてもらって。どうしろって言うんだよ。3分ぐらいでいいですか。絵描いたから本田って書くのなしね。あ文字禁止です。文字禁止 で言っとかないとみんな書くから。今流行りの寝起きの本田でも大丈夫。あどうしよう、このシーン、どうしよう、はい、いいですよ、大丈夫ですよ、なんか喋ってますんで。こんなケース先生、これはお題なんですか。あ、藤ヶ谷美優さん、途中になっちゃいましたね、これ。美優さん、あ、でも、こちらの方でスタッフが保管しておきます。保管中堅ポチコーってなんだ。これもイメージして書かなきゃいけないんですけど、ポチパチじゃなくてポチじゃない。あ、電車がいいな。じゃ中央線に乗る中堅ポチ子先頭車両 の上に乗っかってる中堅ポチ子。いやだ、中央線にこの4人が乗ってるのをこう書く。あ熱くなってきたな。なんか自分の顔にはだいぶお絵描きできるようになってきたんだけどね。髪の方はちょっとな。ちゃんと描けてたもんね。どうしようってんだよ。ひどいっすね。見ないでください。あんま見ないでください。すごいな。多分今みんな書けんじゃん。8時もう後半も終わるところだと思うんですけど。もう3分経ちましたか。経ちましたかね。もうそろそろ。どうでしょう。ね、あの私のお題じゃない、このコーナーの趣旨はですね、私が絵が下手なのでぜひ皆さんにお手本を出していただきたいって。今自分だけハードル下げてるのに。そういうコーナーでして、ぜひですね、皆さん最初から英語しだせて、はい、大丈夫か。前ここで、はい、お絵かきコーナーやった時に最下位でなんかモノマネさせられました。私と一緒です。私も同じです。もしかして今日いい勝負な感じ。あ、それはでもマットさん上手いんだよね。マットさん上手いっすね。ララララできてます。じゃあ上手い。どうしよう。ひどい。上手いマットさんから。じゃあ普通です。じゃあ行きます。ダダ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 、じゃん。これ普通です。本田圭佑。すごい
なんかね、だから裏、すごい裏の草サッカーやってる本田さんみたいな、裏裏のすごい町内会、あっちのカメラですね。でも 絵的にはうまいです。すごい、すごい。なんかなんかイメージでどうなんですか。なんかトシちゃんに似てます。そうですね。ちょっとね。田原トシ。おお。トシちゃんに似てます。すごい。はい。私が欲しいな。すごい。次に自信のある方。はい、自信のある方。早めにさらっと流したい方。はい、あ、はい、早めに下がって話したいです。絵なんか描けないもんだって。もじゃあ、いきます。なっちゃんさんの絵です。顔巻きあたり、じゃん。じゃ顔巻きはない。これは、これ何ですかね。本田圭佑さん、本田圭佑さん。ちょっとちゃんと銃ってここに書いてある。なるほど、僕手かと思いましたね。ちゃんと銃ですよね、これ銃って書いてあるんですよ。これ銃です。そうですよね。真ん中にちょこんといますね。すごい。もういいよ。十番目のこけしじゃない。十番目のこけし。そう。こけしか。あのなんだっけ、あのロシアのこけし。またマトリョーシカ。マトリョーシカにしますか。すごい。あでもあの前あのなんだ。ロシアのチームにいたんですよね。ああ、じゃあちょうどいい感じかもしれない。それ狙いなんですか。これすごいですよ。手とかないんですね。手ないよ、ロシアの。ハンドしないように隠して。なるほど。まあ、とりあえずこういう感じですよね。残像みたいな。なんか近づいてきてるみたいな。ちこまこまこま。ダメだ、ちょっとこの企画危ないって。危ないんだ。いや、いいでしょ。だけどいいですね。いいです。すごい省略された。はい、次行きましょうか。ありがとうございます。その後流します。では、この流れでじゃあ帰り行った方がいいんじゃない。私、はい、帰りさん行きます。ダダ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 、じゃん。これだよ。おうまい。これはやばいかも。やばいな。金髪だから。すごい。それしかわかんない。すごい。うまいな。ね、建築現場に。建築現場。ああ、いつもやってそう。ね、確かに。すごい。明日休みの日サッカーしようぜ、みたいな。すごい。これいいね。いいですね。いい、本当に。いい、全然合格。この人建築現場にいないもん。違う感じのね、あの廃屋にいそうです。廃屋建築現場っていうか廃屋にいる感じ。すごい。いいな、ちゃんと人がかけた。じゃあ画伯、画伯を。はい。画伯。でもまだ今日はちょっといける気がします。お。自信あり。今回は自信あり。今回自信あります。いきます。高尾彩香の本田圭佑さんです。じゃん。おお、うまい。うまいですよね、これ。いいほら。誰でもいいよね。誰でもいいよね。とりあえず人がいいです。香取慎吾ですって言われて。しかもあの背番号って背中についてるんだけど。ちびまる子ちゃんに出てきて。一応そうなんですね。ちょっと今日はいいと思う。これはどうすんの。チャンピオンもう決まってますもんね。これチャンピオンですね。決まってます。1枚以上分かんないんですよ。これもチャンピオン決定でいいよ。チャンピオン。チャンピオンもね、なんで先生決まってますからね。それ一番似てた方がチャンピオンですか。お題何でしたっけ。お題何。顔なし。あの割りパパさんが顔なし。顔なし。全部持ってきましたね。美味しいわ。すごい。そういうつもりじゃないんだけどな、これ。すごいな。じゃあどうでしょう。誰がモノマネ決定ですか。いや、もう先生じゃないですか。確かにそうです ね、うん、これはもうなっちゃんさんに、うん、はい、じゃあまずワンポイントゲットです。ワンポイント、ありがとうございます。
続けるかな。ダメなワンポイントですよ。あ、ダメなワンポイントで、はい、もうちょっと溜まっちゃうとモノマネなんですね。じゃあ次お題何言ってましたっけ、はい、あ、じゃあもう中央線をみんなが4人が乗ってる中央線書いてもらいますみんなが乗っている中央線、まだ書いて窓にこう顔が4つ並んでていいんじゃないですか。そうそうそう、あー的な。 NG は顔なし、顔なし NG で顔なしはダメ。それと同じもん書いてダメいやー、どうしよう。電車はソングライターです。あ、いいな、このマジックの音だけで番組をするっていうのもいいかもしれない。今の BGM 北野さんの都会の靴底がかかってて、このキュッキュッキュッっていうのがすごい哀愁が漂ってて、何乗ってる中央線、うん、これも電車入るね、都会の靴底、電車の音がってのも、あ、ちょうど入ったわ、すごいな、うん、電車になるとみんな目がマジな。そうだよね、電車を動かないとね、今日は電車の車輪がみんなの顔になってるっていうのも怖くていいかもしれない。怖くていいね、犬の命がすごいな。え、でもなんかなっちゃんの絵好きだけどな、なつきさんの絵好きとかすげえすげえ、なんかみんな本当だ。あの、すいません、やかましいですちょっと何ここ容赦するとなんかあんの、ちょっとちょっと、いや、な、わかんないですいいんですよ、うまくなくても味があればいいんですよ、きっと。色間違えちゃったな。細かいところはみんな の脳の中で足せってことですちなみに中央線、中央線と山手線とかってあれ車両が違うんですか。山手線なんかあるじゃないですか、型番みたいな。今多分色違いで一緒です。色違いで一緒、一緒です。どうだったっけな、確か一緒です。なんか決まってんですか、あの、F1 みたいに。F1? 車両にこう…あれはだっても全部規格だもん。規格の車幅とか。そう、みんな一緒ですね。あれ全部乗り入れできる。JR 東日本は全部一緒のはずです。いやいやいや。4人乗せなきゃいけないじゃん。あの、転売するんでしょ、古くなったら。だって中央線、あ、じゃねえや、西武新宿線で、なんだっけ、東急の車両とか平気で走ってるもんね。ああ、走れますね、それは乗り入れできます。ほぼ塗り替えもせず、あのそうなんだ。だって、いや、車内に製造のほら、プレートとか貼ってあるじゃん。ああ、で、東急とか思いっきり、思いっきり変えたら。でもあの高速道路走ってて、在来線と新幹線と高速道路が一緒になった時にすげえ上がるよね。うわー、トミカ見てみたいな。あ、トミカのビデオ見てるみたいな。すげえテンション。あ、トミカのああいうのやったことないからな。あの、高架とか作って、分かる分かる、だからそれ持ってなかったからプラレール、トミカのプラレール、プラレール、あれ車も、なんだっけ、トミカのモーター付きのトミカもあって走らせられる。2D っすね電車の気持ちは分かるけど、電車をかけるかどうかちょっとかけないかな。
倒的ですね。あ、もう。やばい。これは別に。うまっ。うまっ。あ、旧東急の車両が青森の私鉄で走ってました。今は廃線に。もういいんじゃないですかね。東急あれなんだね、バンバン売りまくってる。じゃあちょっと、はい、行きましょうか。はい。もう笑いが起きてますけど。じゃあ今度は逆から行きますかね。はい、じゃあ私から行きたいと思います。私が書く中央線にして4人乗りの中央線。じゃあ黄色い。お。あ、これ上手くないですか。かわいいもん。東京って書いてある。東京行きだ、ちゃんとマットさんで、あ、マットエンジェルさんで、これカイディさんで、タケコプターついてる。2つもちゃんとんで、これ私ですね。4人乗りの中央線。でもちなみに、高い挑戦って書いてあるんです。かわいい、かわいいけど生首だ。そう。パッと見心霊写真。確かに。確かに。確かに。なんかガラスで映っちゃったみたいな。そう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 。おお、新しいね。うん。はい。なるほど。じゃあこれが基準になります。基準になります。はい。ということで、次はカイディさんに発表してもらいたいと思います。はい、ではカイディさんが書く中央線です。ちゃん。おお。なんかさっきなんか身につけたもの。なんかこれ。なんかあれ。身につけてたやつですよ。そうです。紐ついてる。紐ついてる。アンタグラフじゃないの。これがマットエンジェルでカエディで彩香さんで、あれ彩香さん。はい。彩香さんでなつきさんです。はい。おお。あ、でもわかるよね。彩香先生、ハゲちゃってみよう。ちょっと頭がないんですかね。つけるのちょっとカツラつけるつけるつけるつけ顔が雑雑な感じで雑だけどさ、ポイントは得てさっきだから、あれどっかで見たぞと思ってさっきステージつけてもらったさっきね、私が走らせたやつすごい。じゃあ分かった、それと同じの落書きしちゃおう。いいんだよね。あ、そこにね。雑な顔。雑な感じ。すごいよ。じゃあ次、画伯。はい。画伯のなつきさんに、じゃあ。いや、私から行くんですか。発表しますかね。4人乗りなんでしょ。4人乗りってこと、後から思い出して、ちょっと頑張って書きました。ほら。ほら、可愛いでしょ。4人が乗ってりゃいいんで。そう、4人乗ってます。おー、あえて吉祥寺なんだ。そう、なんとなくホームに入ってきたって。はい。あー、すげえな、でも吉祥寺だよ。吉祥寺。はい、いいですね。でも リアルな感じですよね。 2D です。これちょっと顔が一応左からね、天使さん、中央線来てる帰り、あ、本当だ。私、あ、そういうことか。牛乳パックじゃなかった。牛乳パックじゃなかった。牛乳パックだもん。私、顔がない。顔なしダメって言われてた。顔がない。やっちゃった。頭なので顔が出るんだ。株かなんかみたいな。あ、顔書き足しました。顔、あ、わかんないの。潰れちゃった。真っ黒、真っ黒になっちゃった。これもちょっとパッと見心霊写真でしょ。ダメだわ、描けないわ。絵は描けないってことが分かりました。あえて吉祥寺にするとこはなんか芸術作品っぽいですよ。もうなんかね、みんないじめられるんだよこうやって。それでは、はい、ドエンジェルさんの中央線です。じゅじゅじゃん、逆ですかね。はい。おお、すごい。かわいい。あ、みんなびっくりした顔しますけど。そうですね。目が飛び出てない。目が飛び出てます。すごい。車掌さんもいるんですか。車掌さんもいます。あ、
あ、車掌さん、運転手、運転手さんがいますね。運転手さんすごい目出てる。かわいい。何かを見てしまった。そういうの、人身事故。人身事故。そういう手なのこれ。人身事故する前。救命の心霊写真。そうです。そうです。連続ものなんだ。怒られそうです。ああ、そういう設定なのね。なるほど。そうか、これ4枚でやっと横浜でやっとできるんだ。そういうこと。吉祥寺、吉祥寺起こったんですね、多分。ああ、すごいな。楽しい感じで。多分人身事故でみんな死んでしまって、できた記念碑がこれ、これ。ああ、正式。ダンボール、ダンボール。うん、電車そうです。電車そうです。1、2、3、4ですよ、じゃあ。じゃあ、いいんじゃないでしょうか。いいですね。いいですね。ちょっと今日まだ時間あるんで、はい、じゃあ顔なし4人に書いてくる。ああ、これ顔なし？千と千尋の顔なし。ああ、本当の顔なし。あえて顔なしって難しくね。多分書かなくていいと思うんだけど、さっきのまたペロってめくれば。10番の顔なしです。顔なしってどんな感じだったっけ。顔なしって難しいよね。多分何もなさすぎて難しいのかな。顔なしか。顔なしってこんなんじゃなかったっけ。顔なし。トイレの花子さんって。もしくはバーバパパでもいいよ。こんな感じで。こんな、覚えてないよ、顔なし。僕ね、一本も見たことないんですよ、ジブリ。見たことなくても描けちゃうんですか。わかんない。さっきの電車、横につなげたいね。そうそうそう。あ、だからあれを連結させればいい。あ、なるほど。彼ちなみに今何行目まで行ってるんでしょう。今136です。36、6行目まで連結してます。ほほなんで。顔なしが分かんないんだよ。あ、連結させようって分かんないのレベルが違う。それ分かんないとは言わないでしょ。衝撃予想してね。分かんないです。全然分からないです。これまたまた確かにしようかな。だから書かないでさっきのめくればよかった。こんな景色がいいんじゃない。10のとこにバツ書けば顔なし。こんな景色。これひどいな。入ってきた。はい、皆さんいいですかね。大丈夫ですかね。これ一斉に行きますかね。うん、一斉に行きましょう。一斉に行ってカメラはちょっとこう青。はい、それでは皆さんが描く顔なしです。せーの、ドン。太陽の塔がいますね。あ、本当だ。太陽の塔が。これなんですか。ウォーズマン。顔なし。ウォーズマン。ウォーズマン。すごい。これこれすごいね。なんかオカメ。オカメ。最近人気のお笑いで。あー、いたね。これさ、これあれだよ。だからあれが違う。ダメよ、ダメ、ダメって。あそっちか。で、僕よくわかんない。てか、うまいよね。うまい、ゲッソリしてるのかな。うまいよね。絵心ありますね。絵心あります。だってちゃんと分かってるもんね。だって見たことないんですよね、僕ジブリの絵。でも映画見てなくてもなんか、そうですね、なんかで見てるの。おー、一角だけですよ。うまいな。ちなみに、右二人は見たことあります。私は映画見たことあります。
映画見てます。なるほど、はい、最近の本田圭佑に顔をちょっとまこう付け足した感じ。すごいセイマだぜ。セイマだから。これいいな。なんかこれ思いっきり顔あるよ ね、 なんかね、伝わるものあります。顔がしやないよ、そもそも。なんかでも雪国にいそう。雪これいいよね。雪国にいそう。雪国黒い明太子。黒明太、うん、黒明太明太子。確かに太陽の地、お乳があるんですか、太陽の塔は。あ、本当だ。そう、お乳。あ、手です。あ、そう、手です。よく古墳とか掘ると出てくる。あどうしよう、これ。これどうすればいいんだろう。わからない。これ、ビコビコビコ。だけども、圧倒的な票を集めてる。これさ、ナトさんに弟子入りしたい。誰がマリパパさんから。あ、これあタイムラインの人にこれ、そうですね、一番これこうつけたとき一番ダメな人をタイムラインの方々投票ですね、うん、ダメな人ダントツじゃないですか、ダメな人。いやだけどそれある意味顔なしって言わなきゃある意味面白い。今から今日面白いとか顔なしですよ、顔なし。わかんねえなー。あ、これからの時期いいかもしれないですよ。これからの時期の顔なし。あの10月の末にやるじゃないですか、うん、そういう人いっぱい外歩くじゃないですか。あそんなかぶって。あ、確かに、うん、フリースのフルーツ破った人とかかぶった人。あ、かぶったか。かぶったか。フリースのフルーツもかぶった人。ああ、そういうことか。ムンクの酒、うん、すごい。っていうかさ、誰も採点しないんだけど、夏菌が吐く怖いって言われる。怖い。いや、怖くないですよ、怖くないですよ。おかしいな。怖くないです。大きさと位置もちょうどないんだよね。顔なし。こっちシュッてきてる。線を出して、線を出して。ヒューって言ったよ。こっち今怖くないです。怖くないですよ。ほら、夏木科学圧勝。圧勝する。圧勝って何、圧勝って。なちゃん。はい。あ、もう、決まりですね。勝った。私勝ちましたね、じゃあ。そしたらインパクトがちょっとありすぎた。そうですね。いいんですよ、曲かけるからいいの。絵かけなくてもいいの。あ、そうですね、確かにね。はい、じゃあ今日の罰ゲームは、今日の罰ゲームは何しましょうか。今から決めるんですか。一発モノマネ。一発モノマネ、一発ゲーとモノマネを合体させます。一発モノマネやりすぎるやつだって。どうすんの。二発目はダメなんですよ。一発じゃあモノマネを。一発モノマネ、顔なしのモノマネ。顔じゃないだろ。顔なしのモノマネいきますか。お、できるんだ。顔なし、顔あるけどいいのかな。あ、これなんかもう。あ、ただ、さっきのやつどうすればいいの。映ってます。あ、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 できてます。これ少しあったんですよ。あ、わかる、わかるけど、わかるけど。そうなんだ。あ、うん、これいっぱい、お金を持って。ほら、この中この感じどうすんですか。いい空気が流れたね。これ今何かが取れなかったのかなと思って。どうしてる。音だけ聞いてる。あ、なんか探してるのかなと思って。モノマネなんてやってたんですね。やってたんですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでお絵かきコーナー。少しあの絵は上手くなったんでしょうか。いや、じゃあそもそもあれでしょ、あのキリンちゃんがこれで
勉強していくっていう。そうです。お勉強していきたいと思うので、いろいろ勉強になりました。書き方。いや、いろいろ。何が勉強になるんですか？やっぱ色使って色使うのと、あとリアルに書いちゃいけないんだなって思いました。リアルに書いちゃいけない。マットさんとか、その目の書き方とか。それマジでって言ってるそういうええこういう書き方とかじゃなくてこういう書き方とかじゃなくてちょっとこうこのギャップすごいねこれから顔なしちょっと言って見てもらっていいですそっから顔なしそっからの顔なしえそっちってこと同じ人が書いたとは思えないよタッチが全然変わるよそうですかそうか、タッチが定まってないのね、要するにそうなんですよねなので、書き方もあれですね、勉強に今なったので次回やるときはちょっとリアルには書かずに来月はもう大変な絵をしてくれる感じ、はい、そうですね、ちょっと頑張って上達しますじゃんいいタイミングじゃんはい、はい、ということで、さやかのお絵描きコーナーは終了ということで、はい、そろそろですね、はい、皆さんもきっとですね、歌をですね、聴きたいと思いますのでそろそろ後半のライブに行きたいと思います、はい、それでは、またですね、なっちゃんさんからお願いしたいなと思います、はい、目を挽回させていただきます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの絵は置いとかなくて大丈夫ですか10番の顔なしは大丈夫ですかシカイディさんのそのいつも手袋が気になってたんですけど手袋それはマイケル・ジャクソンのあれとかで買ってるやつですかそうですあそうなんですねマイケル意識おあじゃあもう衣装とかもそうですあなんとマイケル、あ、じゃあマイケルの CD とかもあ、持ってないですあ、そこはそこは、そこは聞いちゃいけないところでしたねすみませんにわかでした失礼しましたすみませんあの、最後の DVD とか This is it の DVD は持ってないです映画はご覧になりますあ、映画、ポスター見ましたポスター見てはいないんですねちょっと違う感じでそうなんですねはいもう準備はいいですかね大丈夫ですはい、はい、それでは梅田夏樹さんに披露していただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ次は初めて披露する曲をやりたいと思いますなんか初めて楽曲提供を受けてみましてその曲をやります歌詞は自分で書いたんですけど曲をねちょっといただきましたメタモルフォーゼという曲聴いてくださいお願いしますで仕事なんかできなくたってなんかできること1個あればいいんですよ多分めくるめく流れの中で何もかも移りゆく変わるもの変わらないものそのすべてが自分を作る何をしても時は過ぎてくその中でYou're changing your tears into what you need You know I believe that you're so sweet 飾らずに入れる時に輝きはみんなきっと汚れない君の瞳は
何を見つめ何を語るのか。引き出しの姿求めて鏡見て確かめる壊れゆく定めの中でこのかけがえのない自分がどこにいても時は過ぎてくその中で何を見て迷わずに恐れずに胸を張り前を向いて弱音なんて吐かないで未来だけ目指してる汚れない君の瞳は何を見つめ何を語るのか。恐れずに胸を張り前を向いて弱音なんて吐かないで未来だけ目指してる You're changing your tears into what you need You know I believe that you're so speeding 飾らずに入れる時に輝きはみんなぎる汚れない君の瞳は何を見つめ何を語るのか。メタモルフォーゼでした。ありがとうございました。さあじゃあ続けて今度は、自分で作詞作曲したオリジナル曲です。なんかいつも歌ってる曲なんですけど今日もよろしければお願いします。梅田月リアルマイセルフお願いします。進め自分らしくやればいい。 Real myself at a key. さあ今立ち上がれ必ずやれるからさあ迷わず進め
だけの外野なんか関係ない、生まれ持った姿形など今更気にするな、夢で会う君の姿は美しすぎて目が覚める、今日も同じことを繰り返す、そんな環境は変えよう、足を止めればそこがお前のリミット、さあ迷わず進め、ありがとうございました。はい、オーディションに来た子みたいだっていう。すごい気になって3番、はい、上田夏樹です。それではカイディさんとマッツさんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、疲れた。そう、名札つけてって名札じゃないんですけど、名札っていうわけでもなく女装が見えます、はい、女装しか見えないと思います。女装こそ紳士の清掃って書いてあります。なんかね、もっと年額かけるな。名前はちっちゃく一応書いてあるんですけど、女装こそ紳士の清掃。女装の位置が多分顔なしの顔の位置ぐらい。あ、もうそういう構図私に求めないでください。諦めました、そこは。曲かけりゃいいんだよ。鉄道ダイヤもかけますし。マジギャップがすごい好きです。なんかすごい話してると、はい、話さない時と話してる時がやっぱギャップと、あと歌う時に一瞬にして世界観が変わるのがすごい好きで、YouTube で最初見た時に、あ、これは今日楽しみだって思って。もうこの世界観をね、ここで持ってくるわけにはいかないでしょ。こんなやりたいことやろうぜとか言ったって、こんなのさ、本当にやってますよ、やりたいように。そうだよ、書きたいように書きました。できないことはできないんです。はい、はい、準備は大丈夫でしょうかね。はい、はい、それでは続いてカイディさんにお送りしていただきます。よろしくお願いします。僕人形だよ、君が四六時中話しかけるから言葉が分かるようになったよ。大きなおもちゃは
ち付けられた。月明かり浴びたゴミ箱の中で一人ぼっちの Merry Christmas。 Thank you。 あれ？ありがとうございます。続けて3匹の子豚のお父さん、
じゃあ次、はい、MC がいなくなるんで、あー、はい、はいはい、はい、よろしくお願いします。つなぎ、よろしくお願いします。はい、つなぎます、つなぎます。楓さんと何か変身する人が多いんですか。そうですよね、このなんかあれ、マットさんのさっきのあれ、クリザが、そう、あの目と一緒でした、絵と一緒でした、飛び出て人形の絵、そうだ、あ、そうですね。電車の運転手さんが何かを見てしまった。あ、そうですね、計算属詞だったんですね、あれって。いや、天然炸裂マギーさん、またまた。マギー0529さんもさっきのマットさんの絵と一緒の目だ。あ、そういう意味か。つなげないといけないんじゃない。そうだね。あ、それだ。3人でこれちょっとやってみて。それ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 。これこっから見た人何やってんだろうって思う。これは どこに繋げていけばいいんですか。いや、もう十分繋がってますから。いいんですか。ありがとうございます、いい曲だった。いやいや、すごい、いい曲だった。じゃあ準備のできましたんで、はい、行きますか。はい、ということで今日は第2週高輪やか MC をやらせていただきまして、高輪やかが送ります一曲はですね、今回オープニングのテーマソングにもしていただいているシャボン玉をお届けしたいと思います。
ありがとうございます。たこやかでシャボン玉をお送りしました。ありがとうございます。これやんない。はい、ということで楽しんでいただけましたでしょうか。はい、はい、ということでですね、もう時間がですね、もうそろそろエンディングに近づいております。早いですね、時間はあっという間。プレゼントハッシュタグももう最後の最後、追い込みです。追い込みです。もうちょっとで多分締め切ると思います。はい、締め切ると思いますので、このハネムーン旅行でお休みの北のご意見番 MC の分も頑張らないといけない週替わり、 MC の高尾彩香が電車ソングライターのカイディと梅田夏希を迎え出発進行というこちらのハッシュタグを入れてコメントをしてください。はい、サイ、はい、もうちょっとで、はい、もうちょっとサイ、はい、ということで先にですね、それでは、改めて活動紹介とお知らせ、まあ、ライブ告知などありましたらぜひぜひ、最後ですね、皆さんにお知らせをしていただきたいと思います。では最初に梅田夏希さん、はい、さっちゃんさん、まあ私は、はい、少ないのすぐ終わります。改めまして女装家シンガーソングライターの梅田夏希です。女装家として、シンガーソングライター最近何もやってないのよ実は久しぶりのライブお招きありがとうございます。ライブのオファーをお待ちしておりますのであったらぜひどんどん出てきます。でそれと女装家としてはいろいろやってます。最近じゃないわ、しばらくずっと埼玉県浦和のニューハーフバーで働いてますのでぜひ会いに来てください。でそれといろんなイベントに出没したりスタッフをやったりしています。一個告知したいのがありまして、多分ね、これカエリさん好きだと思うんですけど、フェチフェスというイベントのイベントのスタッフをやってます。好き好き、何これ。はい、フェチフェスというのは大阪、いつも東京でやってたイベントなんですけど、フェチとエロスのボーダレスな即売パフォーマンス会です。何それ、怖い。フェチを即売してるそう、フェチを即売してる人もいます。どういうこと。変なコスプレをしてなんか自分の写真売ってる人とかもいたりとか。他には、面白そう。他に売り物はどんな。もうそう、エロいものエロくないものいろいろですね。本当いろいろあるんで、ちょっとなんて言ったらいいんだろう。例えば全身タイツとか。お、全身タイツ、はい、それは既製品じゃなくてこうオリジナルみたいなのを売ってたりする。あ、オリジナルで売ってる、あ、全身タイツは売ってる人はいないですね。それはもう全部大体、ああ、もうみんな着てくる感じな。はい、みんな着てきて、こういうなんか写集会が、こういうサークルがあるんだよって紹介しに来る人たちがいます。とか全身タイツフェチってこと。それそれで全身タイツを着ている状態の写真集売ってたりします。それもパフォーマンス会とか。全身電車タイツみたいな。全身電車それ全身電車タイツ。タイツ、タイツに電車のそう、何々線何々線って書いてあるちょっとね、もうクローンてるんですけど、そのもうエロさなしでもうゼロのブースとして、なんか鉄道のもうなんか売りませんか。いいですね。鉄道フェチとしてそう、鉄道フェチ、鉄道フェチないや。パフォーマンス会の方ちょっとパフォーマンスやることないな。まあライブ、自分たちライブやるぐらいですかね。でも全然会でパフォーマンスできちゃうじゃん、そのままいって。そのままでパフォーマンス。そう、衣装も、ね、衣装もできるし、歌もできるしって、いろいろね、ぜひこのイベントに来てほしいと一スタッフとしては思っております。あ、スタッフとしてやってるんですか。はい、そう、私はスタッフのようなコンパニオンのような、そんな感じでフェチフェス行きます。11月2日、はい、関西の人ぜひいらしてください。11月2日、あ、朝から日曜日、日曜日、夕方までみたいな。あ、そっか、それ書かないと来れないよね11月2日日曜日の何時だっけ、確か昼間の1時から夜7時までです。昼間のイベントです。千日前のみそのビルというところでやってますので、よろしくお願いします。詳しくはブログとかに、あ、
そうですね、私の梅田夏希調べていただいてもいいですし、フチフェスだけ検索すればこれイベント出てきます。フチフェス、はい、あります。よろしくお願いします。ます、はい、はい、それではカイディさんと、はい、はい、パトさん、お知らせがありましたらよろしくお願いします。お知らせは、そうですね、私は今月バースデー主催、初の主催ライブ開催します。はい、ありがとうございます。10月23日ですね、バイカヤマのノマドっていうライブハウスで、夏木さんもこの間出演されてまして、あ、ノマド出演したことはないですね。あれ本当ですか。そう、でも誰だっけ、誰かがなんかワンマンやるって泉マンが言ってた。あ、本当ですか、勘違いかな。あ、だい違うわ、デビス M だ、間違えた。はい、惜しかったな。この日はね、本当にエンターテインメントの人方々を呼んでいて、シンガーソングライター、音楽はもちろんのこと、あとはマジシャンの方と、お笑い芸人の方と、はい、いろいろ見せてて、はい、ですね。あ、じゃあ音楽だけじゃない、なくて、まあ、いろんな方面から、はい、遊んでいただけるんじゃないかなと思います。そして、初のミニアルバムのこの日レコ発ということで、はい、人気作りの CD をね、今作っております。それは全部新曲？全部新曲じゃないです。全部新曲、今のシングルが入るか。あ、そうです、はい、あ、でもそうです、今はシングルになってない曲も1曲だけ入ってます。はい、そうですね、ぜひぜひ来てください。明太子。明太子か。怖くない。顔はなんだけど、もともと顔なし。そういう。顔なし。博多名物からし明太子。それ売ってるんですか。あ、これは博多駅に売ってました。すごい。あ、なんかアマオバージョンもあって、ピンクでアマオイチゴなんですよ。へ、あれ、あれも博多、アマオも博多です。博多のイチゴ、あれ来たよ、あたらこれ、あ、プレゼントハッシュタグが今滑り込みで、滑り込みこれ入れる感じで、じゃあ当たっちゃったの。今日ね、もしかするとね、多分10人ぐらいの争奪戦になってんじゃないか、結構確率高い。ゲストも面白い。あ、そうか、そうか。ってことはこっちで当たる確率ものすごい高いってことじゃん。頑張れ。ってことは俺も当たる確率高い。あ、でも俺も入れとくか。俺最初に入れてるからさ。あ、入れた入れた、ね、だったら入れた。そうでしょ、入れた入れた。マットさんは、あ、僕もいいですか。はい、これも お知らせって言って、間違ってこれ出してるんですよ。面白いですね、お知らせがあります。お知らせあるんですか。あ、僕もみんな書いてたから、はい、お、お知らせ、お、お、お、僕今日、医者が終わったんです。親知らずを抜いたんですよ。あとはもう自然治癒力で大丈夫だそうです。それだけです。それで羽が生えた感じ。そうです。あ、もうなんか気分が軽やかになる。軽やかに。傷口が深くて食べかすがガンガン入ってたんですけど、治りました。よかった、ありがとうございます。はい、ということで、私もですね、ずずしく、はい、告知をさせていただきたいと思います。なんと、はい、もう2週間切りました、ついに。おー、すごい。来月じゃ、間違えた、今月です。今月の25日の土曜日に大会マループさんでワンマンライブが決まっております。イエーイ、ありがとうございます。で、今回は1部と2部分かれておりまして、1部はアコースティック、2部バンド編成、完全入れ替え制で やらさせていただきます。もう2部もですね、違う、1部のアコースティックもパーカッションだったんですけど、もしかしたらドラムの方でもうほぼ、まあ、バンドに近いアコースティックということで、本当にバックで今回やってくださる方が川島愛さんのバックだったり、マイケル・ジャクソンさんトリビュートライブで、バックで叩いてる、ドラムを叩いてる、はい、方だったり、
横浜アリーナクラスで弾いてくださってる方だったりと、本当に豪華なメンバーで、私が負けないか頑張らないといけないっていうぐらいの方たちと今回やります。ギターもどちらもツインギターで今回やりますので、ぜひぜひ。構成は、あ、構成がですね、どちらも、ギター、ツインギター、そしてベース、キーボード、ドラム、ベース言いましたっけ今。言いました。じゃあ、で私ですかね。5人。なので、ツインギターになるので6人で、はい、どっちも6人でやらせていただきます。よかったら遊びに来てください。そしてセカンドシングル、この日、レコ発ワンマンライブになりまして、セカンドシングル、合言葉を発売することになっております。合言葉、そして恋心という1曲目と3曲目が新曲で、2曲目が既存曲の満月、こちらの曲を3曲入りで今回新曲じゃないセカンドシングルで発売しますので、ぜひこの日に手に取っていただけたらと思います。でご予約はこちらまでお願いします。高やか Twitter と Facebook、ブログもぜひ検索してください。そして本日もですね、この後24時からはユーストリームラジオ番組週刊アナヤやりますので、ぜひぜひお時間ある方、24時なのでね。この間聞いた。あ、ありがとうございます。聞きました。ありがとうございます。先々週ぐらいですか。あ、ありがとうございます。出た。あ、先週か、はい、先々週。ありがとうございます。大阪にいるキヨさんという方と電話をつなげながら、キヨさんってもともと何やってるの。キヨさんはもともとラジオの本当にパーソナリティ、そういう感じでやってた方なので、からうまいんだよ。そうなんです。なのでなんかあれだよね、ケインちゃん、はいいるって思う。そうなんですね、最初そうなんです。あやこちゃんいるかなって思って。一応います、私ちゃんといますので、もしよかったら今日のテーマが脱っていう、脱何々とか脱なんだろうとか、そういう脱サラズとか多分あれしたんです。そういうのね、言うんじゃないですか。脱電車お絵描きなどのテーマがありますので、もしよかったら1時間やりますので、もしよかったらぜひ聞いてください。はい、ということで、はい、お知らせは皆さんもう大丈夫ですかね。じゃあプレゼント抽選いきましょうか。はい、うわ、そう、改めて言いますと、今週のプレゼントはこのインチキマンションの CD、 そしてクラブパルフェジアのステッカー、はい、そしてこちらが松沢春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、そしてトゥルーカラーズの CD、 右側です、こっちです、そうです。そちらの CD をプレゼントとなっており、それにプラス、この後今日出演していただいたゲストの皆さんと一緒に写真を撮って、そちらの方にサインをして、プレゼントする形となっておりますので、今日は誰に見てもらいましょうか。あ、これはもうゲストのこう、こう言って、こう、ああ一応ゲストこう言ってんの。何こう言って一応赤い、赤い人女性の明太子持ってるから。あ、明太子だからこう言ってんってこと。赤い人だから。じゃあ、はい、どれが出るかな。で、自分引いちゃうんです。さあ、お誰、はい、お名前を。藤丸さんです。藤丸さん、おめでとう。よっ、おめでとうございます。はい、これって藤丸さんのお家に届くんですか。届けます。お家に届くんですか。お家に届けます。住所教えてもらえる。すごいですね。はい、藤丸さんは、こちらですね、プレゼントをお送りしますので、クラブパルフェジアのツイッターアカウントのフォローをして、フォローしていただいて、で、ダイレクトメッセージで、はい、送付先をご連絡していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
初めてですよね、はい、多分、うん、あ前にも当たったことある、ね、1名様ですか、うん、1名様です、名様大人の事情で、大人の事情で面倒くさいんです、いっぱい言うそれでは、番組をご覧いただいて、いただいているあとはごっそりとタイムラインにコメントをいただいた皆様をご紹介したいと思いますので、こちらの蓋をですね、こちらの中から開けて混ぜなくていいんで、こちらにもありますね、もう全部出して、ね、なのでかっこいいです、お名前をですねあちらのカメラでいいですかね、まあ大体適当にこちらでに、はい、ご紹介していただけたらなと思います。はい、はい、はい、それではこれはいかんでしょうパルヘチアさんありがとうございます。で、ジュンジさんありがとうございます。ワルパパさん、おみゆんぼさん、くりぼかずさん、うたよしさん、ありがとうございます。新丸先生、ひろディ、マットさん、カジー先生、あら、まいちゃん、博士太郎さん、わあ、間違ってた、わざとだろ、イズールさん、ありがとうございます。合ってるかな、砂漠のネズミさんです、よスマイルミッキードリームさん、ユービンマンさん、うまきちさん、ありがとうございます。僕、フナマン橋屋さん、マギーさん、屋根裏のミッキーさん、はい、当たってない当たってないですね、岡田ツイッターまで来てツイッターツイッターツイッター匿名だ、そうか、岡田さん、はい、梅田なつきさん、阿部正俊さん、ありがとうございます。あやかきりんさん、はい、ありがとうございます、同じです、はい、皆さんありがとうございます。高尾きりんあやかっていうの本名、あ、違います、本名は高尾あやかです、はい、はい、ということでですね、横でめっちゃありがとうございます。じゃあ番組告知いきましょうか、はい、クラブパルフェジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。ますなんかエフェクターかかってる、かな、無料はワンドリンク500円で見れます。ます、はい、いや入れれるんじゃない、あれ別に飲まなくても見れます、あ、飲まなくても見れます、失礼しました。そして火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。オールメイヤー、イエイエイ、パーリメイヤー、はい、ということで、これは何か、あんまり下ばっか向いてる、頭頂部しか映らない、あ、すいません、失礼しました、パソコン、ん？どこだっけ、パソコンでご覧の方はこちらの、こちら、いいねボタン、こちらのいいねボタンやツイッターを押してください。どこで画面のあのあたり、画面のどっちだろう、あれ見ればいいんじゃない、こっち、あ、まあ、どっかにありますね、いや、右側、いいねボタンはこっちですね、いいね、下、こっちだ、下、右側、あ、そこだ、そこだ、あ、そこそこそこ、あ、フィット、そうそう、そっちどっち、なんかどっか行っちゃったけどはい、このいいねボタンをぜひぜひ押していただけたらなと思います。そしてチャンネル登録もですね、チャンネル登録しちゃってるから出てない、上の方、あ、上の方に、この上の方にチャンネル登録あるので、こちらもぜひよろしくお願いします。それでは最後に番組をご覧いただいた視聴者の皆様に、噛んだな視聴者の皆様に、ゲストの皆様から一言ずつお願いしたいと思います。それでは
なっちゃんさんのことですね。梅田夏樹さんからお願いします。一言でいいんですか？あ、一言じゃなくても伝えたいことを全部伝えてください。伝えたいことこれかも。あ、これは伝えたくない。これは伝わらないので。いろいろやってます。ツイッターフォローしてください。フェスフェス大阪お願いします。いや、カエリさんとやっと共演できたってことが嬉しくて。いや、今日ありがとうございます。ありがとうございました。何卒よろしくお願いします。お店行きます。お、あ、ぜひお願いします。猫さん連れてさ、あ、行きたいですね、猫さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは続いてカイディさんお願いします。はい、ツイッター、ブログやってます。でさ、なんで名前が変わったの？あ、大人の事情です。大人の事情、そうなの？はい、あ、そうか。あ、大人事情半分、気分半分。たくさん送るの面倒だった。あ、まあそうです、それもあるかな。はい、これもよろしくお願いします。ありがとうございました。流さないはい。それではマットさんお願いします。はい、特にないんです。確かになんか揉めてました。あ、やばかった。大人の事情で揉めてました。あ、そうなんだね。はい、ありがとうございます。やったそれでは来週のゲストはですね、みもとちんさん、そして久江さん、そして若林美希さんの3組で来週はお送りします。久江さんはあります。あ、久江もしてるんだ。はい、そして MC はですね、第3火曜日担当の鈴木ゆりえさんがお送りしていただきますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。それではいつものポーズでお別れしたいと思います。お別れをまだと言ったけどまだです。右手が棒、はい、右手が棒です。棒、はい、棒にしていただいて、左手輪っかで P を作っていただきます。いけます、それでいい。そして、はい、そして私が今週もありがとうございました、来週もというので、その後に続けて、カメラに向かってですね、パルフェジクラブパルフェジアと言いながら、その手を前に出してください。皆さんいいですか？準備 OK ですね。できる。はい、できます。できます。はい、できますよ。はい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルフェジア。来週は明太子いないよね。ありがとうございました。笑いたいとき笑う。笑いたいように笑う。そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔ハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。